あれ？足綺麗やなお前。足だ。女の子だ。秋彦。秋彦？あ、秋彦も足綺麗だな。足綺麗だな。いやこれは。秋彦よ。足綺麗だな。これ田中さん延長でしょこれ。ちょっと延長。延長ありますね。延長あるじゃないか。秋彦ですもんね、いろんなものね。おお、秋彦。秋彦よ。秋彦。もういるかこれ。秋彦身長何センチ？68センチ。で何キロ？47です。うわ、そうか。秋彦細い。47。女性代だもん。女子だよ。女子より軽い。女子より軽い。すごい。毛もないもんね。毛剃ったのこれ？あ、はい。そうだね。剃り跡ブツブツがある。怪我してる怪我してる。おおおおね、ガラパガラパンでした。ダメダメだ。ガラパンっていうかね、男物のガラパン入ってました。いや、裾にフリルみたいなのがついてたんや。なんかついてましたよね。なんかついてたよね。裾にフリルみたいについてたね。あ、聞こう。え、フリル、うん、ついてないですよ。そのついてない。はい、でも女だよな。さあ、これはどうでしょう。これは女だよ。久々に。おお、ね、いいじゃん。いいよ。おなくらって感じですね。はい、おなくらですよ。おなくら、ね、負けてるよ。あ、だからエスビマキコ風にしようと思ったんですけど、今日ちょっと失敗して、あのエスビマキコ風。何？いや綺麗よ。いい出来だよ。はい、綺麗だよ。足綺麗だね。足細いな。身長何センチ？75です。何キロ？50です。75？ 50？ 細いね。いやこれ、あ、いいよ。笑ってるよ。笑ってるよ。化粧のりがいいんですね、やっぱり。高校生だからね。化粧のりは全然違うね。ね、艶がありますよね。表情もね、女性ですもんね。どう見ても女性だよね。これ延長だよな。しますね。延長しますね。延長ですね。延長する？延長します。します。あとは何ですか？何が延長？なんか気分的にこうもうちょっと長くいたいみたいな。これいいんじゃないでしょうか。さあ、いいです。はい。どうぞ。はい、おお。なんかすごい。すごい緊張してますね。笑って。なんかいいですね、この緊張する感じが。48キロ。はい。48。慣れてない感じですね。すごい緊張してる。初めて。こっちないね。はい、初めて。どう？気持ちいいだろ。気持ちいいですね。気持ちいい。気持ちいい。肌がやっぱ綺麗ね。いや綺麗。女性ですよ、体。体も女性ですよ。本当に。264ぐらい。え？これ超えてるだろう。タモリさんって、タモリさんの A とはなんだ。でも今ちょっとか、え164cm ぐらい。あ、そうですね、はい。なかなかいいんじゃないですか。うん、ね、ちょっとあやや系統ですね。あそう、それぞれですからね。タモリのノーマネする子ですよね。前田健君。それお母さんも借りたの？お母さんのじゃないの。静岡から借りてきたの。僕のです。いや、借りたくさいですよ。さあ、ランテンどうぞ。さあ、オールさん。出揃いました。出揃いましたね。1万8000円です。はい、ちょっと怒ってるよ。かわいい。いや、あずちゃんより全然かわいいよね。北陽より全然かわいい。あと1、2、5。やったね。
ですね。ダメ。かわいいな。かわいいな。足も綺麗だな、ね。身長何センチ？170です。170。4キロっぽい。58キロ。おお、でもまあまるだ足は遅いね。なんか胸もいけそうな。もう胸もいけそう。胸もいけそうってどういうこと？吉見さん、吉見さん、ちょっとって感じ。メロスになってました。吉見さん。なんか胸ありそうな感じするんだよ。自然ですもんね。うん、いいよいいよ。性格も良さ、お嬢さん育ちでね。はあ、なかなかいい。綺麗だわ。さあ、なんていうんでしょう、どうぞ。ショートカットが似合うね。綺麗だね。いや細いんだ。ショートにして女に見えるってすごいですよ。似合うな。ちょっとボーイッシュでしかも女っぽい。あ、いいね。あ、カラコンタクト？いや違います。違うの？なんかカラコンに見えるね。うん、女だね。女の子だ。ね。え、元の顔がどうなの？元の顔見てみようか。元の顔。あ、か、かわいい。なるほどね。なるほど。彼氏も可愛いじゃん。可愛い。似合いですよでも。可愛い。いいよね。可愛い。身長何センチ？177。177。大きいよな。みたいだ。おお、これいい。はいはい。さあ、なってる。なんかこうなるわな。ジャンプ延長、ボトルもう一本取っちゃおうかな。ボトルも取っちゃおう。おお、笑った。あ、笑ってるとかいい。男と女の顔のクレスって何なの。綺麗なお姉さん。これ女装初めて？初めてです。これいいよ。どう、気持ちいい？ちょっと恥ずかしいです。いやいや、いいよこれ。いいよ、いいよ、いいいいいい。これどっち取る？いやいやいや、こっちって言っても彼女もショックですから。そうです。女装前にちょっと見てみましょうか。女装前の写真あります。あー、綺麗な、綺麗な。いや、この時な、負けましたよね。あ、女性にちゃんと。おお、これはいい。あ、足もちょっと細そうだし。うん、おー、いい。綺麗な。体が細いから良い女性に見えるんだな。うん、顔細いもんね。高級クラブですよね。このレベルはもう、ね、ケケさんって感じですね。やっぱ夜の七時頃のね、ドバシあたりをこう。ドバシあたり。どこの店ですか？これはいい。これはいい。何点？どうぞ。これはいい。これだね。そう細い。あ、でもいいんじゃないの、これ。いいですよね。なんかツンケンした感じで、目がルーシーリューみたいな、なんかね。そう、体女だもんな、ね、細い。何キロ？45キロです。45キロ。はい、身長は164センチで45キロ。はい。うわ、細い足。これ女だよね。女だよ、完璧に。筋肉がないんだな。もう あっちも手術して。はい。え、怪我ないですね。怪我ないよね。